2021年12月、キング観光サラさんと名古屋駅柳橋店がグランドオープン。まずなんですけど、皆さん今回ですね、新店の方に立候補してもらって本当にありがとうございます。でこのメンバーで、新店の方を立ち上げる形になります。で、今回のちょっと新店はなかなか緊張する新店だなと思ってまして、社運をかけたっていうふうに社長も言われてたので、しっかりといい形で成功させて。今回の放送は柳橋店創業メンバーの舞台裏に密着した。よろしくお願いします。1ヶ月間にわたる取材密着の奇跡を見届けよう。ナンバーワンのお店、いい接客のお店を作るための手段だと思うんですよね。で、これをいきなりグランドオープン初日にやろうって無理なので、皆さんがやって新店オープンまで1ヶ月を切り、会議はいつにない緊張感に包まれていた。オープニングスタッフのみならず、人事、広報など多岐にわたって店舗運営に携わるメンバーがいる。会社全体を挙げての大型プロジェクトだ。そんなひりついた緊張感の中、取締役のジェームス柳橋が現れた。ジェームスのフォローもあり、メンバー内に和やかな雰囲気が流れ始めた。はいはいはい、インナーカラーは、黒髪で、完全に黒髪みたいな中にピンクだけ入っている。一人一人に積極性が現れ始めた。しかし、未だ一人、緊張感を浮かべる人物がいた。今年で入社7年目になるレオ主任だ。今回はレオ主任の1日に密着する。おはようございます。早いですね。いや、朝やることあるからね。こんな時間から結構仕事やることあるんですね。あ、朝のなんか準備とか、はい、なんか今日やらなきゃいけないことのなんか整理とか。あ、そうですね、今日がちょうど入れ替えですかね。そうです、入れ替え初日になるんで、寝台がちゃんと動かせるかっていうのは朝立ち上げチェックっていうのをやらないといけないんで、はい、今日はなんか人気台とか入るんですか？あ、乃木坂が入るね。あ、乃木坂のパチンコが。はいはいはい、はい、うん、失礼します。おはようございます。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。3秒DJ です。DJ です。だいたいこの6時とかに出勤して？そうですね、6時半までに来てちょっと朝の準備しながらって感じですね。これを頭に入れて5人ずつ入れて。はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。寝台初日ってことで、多くのお客様朝から来られるかなと思いますので、しっかりとね、寝台打ちたいお客様のためにね、盛り上げていきたいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな若者の挑戦をコロナの猛威が襲う。もうコロナ真っ只中の時は休業も経験して初めて、はい、うん、で正直不安でしたね。業界的にもこれから自分が勤める中でどうなっていくんだろうっていうのが本当に全く見えてない時もあったんで、はい、うん、会社もどうなるのかな、このまま休業ずっと続くのかなっていうところもあったんで、まあ、不安な気持ちはいっぱいでしたね。いや、でも本当にありがたいですね、こうして戻ってきていただけたのは。本当ですね、もう本当にお客様の来店あっての僕らなんで。
僕が2年目ですかね、2年目の時にレオ主任がまだ当時新卒なんですけど、まあ、やる気に満ち溢れてるというか、なんかしっかりとすごい強い意志を持ってやってるなっていう印象を受けましたね。ただガツガツいかないなっていう、多分心の中ではそういうのすごい思ってそうなのはもうにじみ出てるにじみ出てるんですけど、そのグループワークの時にはあんまりそういうの出さないなと思ってて、それはと思ってることは言った方がいいよって、まあ年齢は上かもしれないけど立場は一緒だし、そういうことって今後もずっと店舗配属になってももちろん出てくると思うんだけど、レオ主任のためにもなってないと思うし、もうそのチームのことになってないと思うし、すごく損をしてるんじゃないのかなっていう、ちょっとそういった部分が見え隠れした初印象のエピソードですね。すごくちょっと気を使うというか。若宮店ができて1年ちょっとですかね、はい、そのタイミングで移動プラス昇格っていう形で、はい、なったんですけど、本当に環境が変わるとこれこんなにも違うのかっていうぐらい、はい、自分ができてたはずのこととか、はい、今までやったことのないミスっていうのがちょっと起きちゃって、はい、その時は本当に自分の中で苦しんだ時期だったかなって今思うと思いますね。また今回も移動っていうことなんですけど、はいはいはい、その設備だとか、まあ、店の環境下だったりとかも全然違うと思うんで、はい、そこに関しての不安がないわけではないですけど、はい、そこまでに今までですかね、今までの経験で培ったものっていうのはすごい自分の中で成長につながってると思うんで、はい、まあ、今までの経験を生かしてしっかりと進展を盛り上げていきたいなとは思ってます。予定通りに例えば昇進したりだとか、はい、自分が思ってたような働き方っていうのは、はい、甘く見てた自分も最初はあったと思うんで、はい、まあ、そこに関しての責任感だったり意識っていうものが年々変わってきて今に至るって感じですかね。内定式、はい、かな、内定式だったと思います。内定式の時に一言っていうのを多分当時の幹部がずらって並んでる時に一言言うんですけど、あれでしたね、なんかもう本当偉そうな話なんですけど、いつになるか分かんないですけどそちら側の席に行きますっていう発言をしてちょっと土曜めいたみたいな当時22、23歳くらいのレオ主任がってことですよね。もうまだ何の役職もなく水田くんで新卒採用をされるのを待ってる感じの若かりしい僕です。どうですかその発言、今振り返ってみて。いやーもう今じゃもう考えられないというか、もう何言ってんだっていう感じですけど、でもその初めの言葉っていうのを意識というか目標に掲げてずっとやってきてるんで、そこの熱というか、はい、思いっていうのは変わってないですね。結局その入った時から気持ちは変わってないので、はい、上には行きたい、はい、その先、まあ、今主任なんですけど、はい、店長だったり、課長、まあ、エリア長だったりとかっていうところも、もちろん目指してやっていきたいですし、はい、もう上がれるところまで行けるんであれば、はい、もう上上への向上心しっかり持ってこれからもやっていきたいかなと思ってます。なるほど。そしたら次は、まあ、成長を重ねて、まあ、副店長っていうポストが任せてもらえるような、はい、動きっていうのを自分でもしっかりしていかなきゃいけないなっていう形ですね。進展に向けてこれから一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ちょっと花田店長っぽかったですね。本当。店長が映っちゃってるかもしれない。ちょっと映っちゃってるかもしれないですね。